はい、皆さんこんにちは、今回は何に関して言及させていただきたいかというとですね、新しくね、ちょっと機材を購入しました。何かっていうと、これです。一昔前にね、まあ、よくスカイプってハマってたんだね。スカイプ、ハマってたんだけど、海外駐在してる時なんか、今から10年ぐらい前ぐらい、よくスカイプってハマってたんですよ。なんでまあこういったイヤホン、ヘッドホンと、あとマイク使って、あとウェブカメラね、使って、それで、国内外の友達、友人、知人と会話してたりしたんだけど、今回ね、まあ最近ずっとそういうのやってなかったんですね。スカイプも最近全然やってないし、だけどこれからズームの時代でね、まあ、いわゆる何人かでこう会議とかあったりする。今、結局こういう新型コロナの状況下で、オンラインでね、会議ってあるじゃないですか。ウェブ会議とかね。その中で、まあ自分自身は、まあ、多くの人とってことはないんだけど、まあただね、YouTube の中でまあいろいろやるかもしれないし、あとは、ちょっと取引してるとこもあったりとかね、そういったところでこういうメディア関係とかもやり取りするときも、こういうのが必要になってくるんでね、まあ最近全然使ってなかったんだけど、ちょっと購入しました。古いのあるんだけどね。新しくということで、これエレコムのやつね、ちょっとだけ高めにしました。エレコムのやつということで、両耳オーバーヘッドタイプということで、結構まあ少し高めのやつで、40センチドライバーということで、割と新しめのやつです。古いやつもあったんだけど、まあせっかくなら新しいやつがいいなと思ってですね、音声チャットというのを買ったわけです。で、早速ちょっとこれ開けてみました。エレコムのやつは結構俺、外付けのハードディスクとかね、そういうのを持ったりします、エレコム。エレコム製品は結構今まで買ってきたんだけど、はい、エレコムということで、ちょっと大きいだ、海外持ってくるのあんまよくねえな。あ、海外とか、駐在とか留学する人はやっていいんだけど、自分の例えば海外回る場合だったらあんまあれかな、おすすめできるかな、まあ、あとはまあヘッドタイプよりもこういう方がいいって言いますけどね。あ、でもこういうのできないこともねえか。ヘッドタイプだとこういうふうに、オーバーヘッドタイプだとこうだからね。俺結構頭でけえからあれか。でこんな感じで話してってということで、これはマイクのここのところがつなぐとこあるんで、ヘッドホンとこのマイクのがあるね、この端子だから。USB もあったんだけど、USB だと、iPad とかね、使えないんで、なので、まあ、あえて、このタイプにしましたね。差し込みやすということで。で、これに関してはもちろん、そういった、Zoom とか Skype 以外に何に使おうかなと思ってるかと、オンライン学習ノバ通ってる、まあ、先で休んでるんだけど、ノバのオンライン学習とかで、スペイン語もちょっと学びたいと思ってるんです。で、あとは、他にも、まあ、YouTube 見るときもね、聞くときも、これで聞くと結構いい感じ聞けるじゃないですか。でもあんまり聞きすぎると、大きな声を聞きすぎると耳難聴になるって言われたら気をつけないといけないんだけどね、ヘッドホンっていうのはね。ということで、こういった感じで、ちょっとよ、まあ、つけた感じはすごくいいですね。エレコムのここのところの耳につけた感じがいいし、聞こえはすごくいいんですね。で、まあ、マイクもいいんだ。なかなか少しいい感じのやつということで、ね、わかりました。なので、まあ、これからはね、音声チャット、ウェブ会議がこれからね、さかのぼれ、これ新型コロナが、まあ、ワクチン出てからね、収束してきますけど、その中でもやっぱり、ウェブ会議ってはこれからも続いていくのかなと思ってるんで、まあ、そういった意味ではこういうのちょっと重要かなと思います。皆さんもね、まあ、すでにも使用されてる方もいらっしゃる、今まで使用したことあるよって方もいらっしゃると思う。自分もまあ、昔はちょっと使ってたんだけど、最近全然使ってなかったんだけどね、新しくとにかくこのエレコムの製品ということで買いました。ということで、これから、重宝していきたいと思っています。こちらのチャンネルに関しては、まあ一番最初にね、今から10年8ヶ月ぐらい前に、作ったチャンネルです。タイのバンコク駐在時ね。それ以降一番古いチャンネルで、今、主チャンネルではないんだけどね。だけどまあこちらのチャンネルは今年はまあ結構最近全然アップしなかったんだけど、これからちょっと活用してね、主チャンネル方の動画のアップ数を減らして、ちょっとこっち側にもね、やっていこうかと思ってますので、よろしくお願いいたしますね、皆さんね。ということで、こちらです。買いました。